今日は、哺乳鉱食肉目猫科標属に分類される、食肉類。アフリカ大陸からアラビア半島、東南アジアロシア極東にかけて、猫科の構成種では、最も広域に分布する。東道町100から150センチメートル。尾長50から101センチメートル。体重オス20から90キログラム。メス17から42キログラム。アフリカ南部。 東部や中央アジアの個体群は大型で、中央アジアや南アフリカ共和国沿岸部の産地の個体群は小型とされる。全身は柔らかい体毛で密に覆われる。背面の毛衣は単行褐色や泡褐色で、覆面の毛衣は白い。頭部や頸部、覆面には黒い斑点が入り、背面や体側面には黒い斑点が花のように並ぶ反紋が入る。 獅子は、やや短い。出産直後の幼獣は、体重0.4から0.6キログラム。乳頭の数は4個。猛威が黒い突然変異がいて、この変異は劣性遺伝。国家個体は、湿度の高い熱帯林や亜熱帯林、山地林で見られるが、乾燥林で見られることもある。地域別では、アジア南部、特に、マレーシアやジャワ島の個体群では、 国家個体が多いとされる。国家個体にも反問があり、赤外線勝者を用いれば、個体識別が可能とされる。以下の亜種の分類、分布は、スタインヘイソンに従う。和名は、バートラム、今泉分けに従う。以下の亜種の分類、分布は、IUCNSSC キャットスペシャリストグループに従う。サバンナや熱帯雨林、 半砂漠など様々な環境に生息し、都市部の郊外に生息することもある。夜行性。群れを形成せず単独で生活する。主に小型から、中型の夕日詰めるよ。食べインパラウォーターバックセーブルアンテロープ、ローンアンテロープ、ゴーラルネメレジェスゴーレルスプリングボックニアラパサン、ブッシュダイカーハーテビースト属などの牛か、赤カワイノシシカワイノシシイボイノシシ類などのイノシシカ。 アクシスジカ、前髪ジカ、ホエジカ族ミューンシャカスなどのシカカ、水豆ジカ、ハイマスカス、アクアッティカスなどを食べる。稀に大型の夕日詰め類の成獣を捕食することも、あり、記録があるもので最も大型の獲物として、イランドの成獣を買った例もある。一方で多様な獲物を襲いたの哺乳類では、ケープハイラックス、薄毛油ヤシリスプロタークサーススタンジョリー、 アカーシアラゲジリスジリスエリスラッパスなどの月種類、アフリカジャコーネコシベティクティスチャベタヨーロッパジェネット、ゲネッタゲネッタシママングースコビトマングースヘルゲイル、パーベイアラなどの食肉類、オナガセンザンコーマニステトラダクティラキノボリセンザンコー、マニストライガスピスサバンナセンザンコーマニステミンキー、などのウロココウ類、アヌビスヒヒ、チャクマヒヒ、ダイアナモンキーボノボなどの霊長類、鳥類、爬虫類、 魚類、クソムシなどの昆虫なども食べる。人間の居住地域である場合は、犬や人間も襲う。捕らえた獲物を木の絵へ運び、数日にわたって食べたり保存することもある。樹上に持ち上げる力は強く、キリンやクロサイの幼獣を木の絵まで運んだ例もある。トラライオン、ドールリカオンブーチハイエナに、本種の幼獣も含めて殺されることもある。 これらに殺されるのは通常は衰弱個体や若けであるが、稀が例としてチンパンジーヒヒ類、ナイルワニニシキヘビ類、狩りに失敗してイボイノシシやアフリカタテガミヤマアラシに殺された例もある。上述の捕らえた獲物を木の絵に運ぶ行為は、ライオンやハイエナ等の他の捕食者から獲物を横取りされるのを防ぐのが主な狙いであるとされる。繁殖様式は体性。 イランでは1月中旬から2月中旬、アムール地方では1の2月、ネパールでは11の12月に交尾を行う。妊娠期間は88から112日。岩の隙間や軌道、ヤブの中などで1回に1から6頭の幼獣を産む。幼獣は生後18から24ヶ月で独立する。生後2年6ヶ月から3年で生成熟する。ディオニュソスの象徴の一つとして、 今日を描いたローマ時代のモザイク狩猟の対象とされることもあり、アフリカでは欧米の狩猟者にとって最も危険なご大量獣として、採水牛ゾウライオンと並び、ビッグファイブとされる。害獣としての駆除、毛皮目的や娯楽としての狩猟などにより、生息数は減少している。1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。 日本では2020年の時点でパンテラ属単位で特定動物に指定され、2019年6月には愛玩目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。